訓練は駐車していただいた場所そのままで3回訓練を行いたいと思います。1回目は確認のためゆっくりと、2回目は時間を測定しながら行います。福島郡では集団接種を1つはドライブイン、ちょっと待ってね、もう入れます、引きます、押します、いいですね。この位置で大丈夫ですか？はい。ここにお名前をお願いいたします。あ、無診票の方と、接種券の方を丸めてこのものからそれ両方とも中からお願いいたします。いただきます、ありがとうございます。ごめんなさいね。じゃあ肩打ちますよ、はい、指先どうもないですか？はい、じゃあゆっくり入れます。はい、終わりました。大丈夫ですか？はい、消毒しますね。はい、はい、ありがとうございました。大丈夫です。分業することはたくさんの人がいるんですけども、分業することによって、観察をですね、スムースに行うことで、まあ、さっきも言ったようにプラカードを持ったスタッフが動くことによって何分後の経過をずっと見ていけますので、それが安心できるという。そして最大のメリットは、ワクチンを打つことの、医療従事者のリスクもすごく、つまり医療従事者は住民の方々に接するんですけども、対応することによってですね、やっぱり移る可能性があるけども、このギフカーテンを使ったドライブイン方式だったら、つまり車を隔離スペースとして使うわけですよね。これによって我々従業員もぐっと感染確率を減らすことができる。こういう大きなメリットがあるんですね。地方であるがゆえに車社会なんです。ほとんどの家庭が車を持って見えるので、これは都会だと流すわけにいかないですよね。だからまあ小さい自治体でなおかつ車社会の地域だからこそこういうことができる。